12年に一度の辰が50に重なる奇跡の時間、時間が合えばこの時間のドラゴンアクションはおすすめです。運が隠せてる金運上昇チャンネルの坂見です。坂見が全国を旅して出会った最強の浄化アイテム、白い恵みが発売されてます。詳しくは概要欄はチェックしてみてくださいね。さて、4連続吉スラッシュの3日目は2024年ならではという、また2024年じゃないとやってこない12年に一度の大吉日がやってきます。辰年の辰の月の辰の日と、東京ラブストーリーのテーマソングみたいな、あの日あの時あの場所でじゃないですが、トリプルドラゴンの大吉日がやってくるんです。ちょっと分かりにくかったらすいません。そんなトリプルドラゴンの日は、金運、上昇運、成功運などを司る龍神様のパワーも3倍となる日です。この日は前歴でも金運復活の日が入っていて、今ちょっとお金のことで大変だったとしても V 字回復の起点となる金運の吉日です。大きなマイナスから劇的にプラスへと変わる方も多く出てくる日なんですね。そこにトリプル龍神様の力が加わりますので、金運がうなぎ登りのように上がっていく方や、収入の桁が変わる、生活レベルが変わる、付き合う人が変わるなど、人生が激変するようなきっかけとなる日です。何もしなければそのまま過ぎてしまいますが、行動することで大きく変わる可能性が高い日なんです。龍神様のご加護に授かれることもできる日です。龍神様パワー3倍となる日で、マックス5倍まで高まりますので、どんな過ごし方をすると金運が3倍にも5倍にも上昇していくアクションも紹介していきますね。まずはじめに友人様のつながり、場を清めるティーシャの音から始めていきましょう。それでは早速行ってみましょう。まず10日の運気から見ていきましょう。この日に入る吉人もすごいんです。12年に一度のトリプルドラゴンの日をお祝いするように、人脈を広げ金運を高める、そして成功をもたらす青龍、龍のリーダーで富や出世、商売繁盛などをもたらす8龍が吉人として入っているんです。トリプルドラゴンもすごいですが、龍の吉人が二柱入り、石原軍団じゃないですが、龍の軍団が一堂に返す大吉日となっているんです。こんな日は二度と来ないレベルの珍しい組み合わせです。青龍と八龍を足すと9頭のドラゴンになりますし、辰年、辰の月、辰の日のトリプルドラゴンの日と合わせると12頭となります。さらに辰の刻の辰の時を合わせると2頭加わり、トータル14頭まで増えます。普段の辰の日でも13万円の臨時収入が入ってきたという方や、200万円の臨時収入が入ってきたという方、必要としていた金額分の仕事が入ってきた方、1年分の売り上げが一月で上がったという方、龍神様の金運や上昇運に授かる方が多くいる吉日なんですが、それが10倍14倍となっていくと、どんなスケールの出来事に展開していくのか想像もつかないレベルです。そんな大吉日はやっぱり龍にまつわるアクションや、龍さんとご縁を結ぶアクション、龍さんをおもてなしするアクションがいい日なんですね。どんな過ごし方をすると14頭の龍が現れ、金運、上昇運、成功運を14倍に高めていくかと言いますと、まず1つ目、お水をたっぷり飲むです。龍は水を司りますので、水のあるところが大好きなんです。新鮮なお水をたっぷり飲んで、体の中を水分で満たしておくことで、龍と波動が合いやすくなりますし、お家にやってくるようになる第一歩です。健康やダイエットにもお水は大切ですが、普段の水分はお茶だけだったり、コーヒーが多いなど、お水の量が少ないと、龍さんと波長が合いにくくなるので、10日は意識的にいい水を飲んで、龍のようにお水が巡る体にしておくといいですね。2つ目は、龍に会いに行くです。自然やお水が大好きな龍は、川や湖、滝などお水がある場所が大好きで、よくエネルギーチャージをしたり、癒されたりします。
そんなお水のスポットに行くと、リュウさんと会える確率も高くなります。リュウさんが君にほの字だよと好きになったり、ビビビッときたと好きになってついてきて、一緒にお家に帰ることになったりもします。ちょっと分かりがたすいません。リュウさんが過ごしている水辺に行くこともおすすめですし、リュウさんがついていたりお家にいる場合は、時には大自然に行ってリュウさんのリラックスタイムを取ることで癒されて元気になりますし、連れて行ってくれたあなたのことをますます好きになりますよ。リュウさんが祀られている神社に行くのもいいですね。三つ目は、お家のリュウさんをおもてなしするです。お家にリュウの矢置物があったり、リュウさんがいるよという場合は、リュウさんの記念日ですので、おもてなしをすることもリュウさんと仲良くなりサポートをしていただけるアクションで、リュウさんにも好物がありますので、リュウさんの好きなものを用意しておもてなしをして喜んでもらいます。リュウさんが特に好きなのは、一つ目のアクションにも出てきたお水や日本酒も大好きです。新鮮なお野菜などの農作物も好きですし、今の時期ですとリンゴも好きですね。梨や桃も好きなので、旬の時期には梨や桃をお供えするのもいいですね。採れたての野菜など、旬の野菜や初物なども喜ばれますし、龍神様は赤い玉が好きなので、トマトなんかもぴったりですね。また龍神様は波動が高く邪気が嫌われますので、邪気をシャットアウトして場を清めてくれる荒塩も喜ばれますね。お塩は海から生まれますので、水とも関係しますし、そういった意味でも好物です。龍神様の好物をお供えして喜んでもらえるようにするのも、龍さんとのご縁を結びご加護に授かるアクションです。僕はいろんな土地を思い出してもらったり、行った気分が味わえるように全国のパワースポットの荒塩を月替わりでお供えしています。あと龍神様の聖地でもある京都の貴船神社の御神水がありますので、そちらも楽しんでいただこうと思っています。またお香やお花も大好きなので、お香を焚いたりお花を飾るのもいいですね。4つ目は財運取りです。10日の財神が現れる方位をお掃除して金運財運に授かるアクションです。10日の財神の方位は北東になります。お家の北東を掃除して邪気を落としてきれいにすることで、金運をキープしたり増える力の元である財運が高まっていきます。お掃除した後にお財布や通帳などお金に関するものを置いておくことで財運がチャージできますので、お掃除とお財布を置くことをセットにしたい日です。北東がお風呂やトイレなどお財布が置けないという場合は、お部屋の北東側など置けるお部屋で実践をするといいですね。浄化されればされるほど波動が高まり、龍神様の居心地のいい場所になりますので、お掃除と一緒にお清めをすることもおすすめです。お清めに関しては以前お清め完全魔の動画を出していますので、金運上昇チャンネル史上一番長い動画となってしまったんですが、内容はとても濃いものになってますので倍速でいいですので、チェックしていただいて龍神様の居心地のいい最高のお家作りをしてみてくださいね。また辰が50に重なる奇跡の時間、辰年の辰の月の辰の日、そして辰の時間の辰の分にアクションをすると50の龍神パワーになりますので、こちらもおすすめです。午前7時から8時59分までの間が辰の時刻となりますので、この時間のアクションが特におすすめです。その中でもさらに7時35分から45分の間、それから8時35分から45分の間が5ドラゴンの時間になりますので、この時間に財運取りをしたり、龍さんにお願い事をしたり、龍が祀られている神社に参拝に行くと御利益5倍タイムになります。12年に一度の50の時ですから、時間が合えばこの時間のドラゴンアクションはおすすめです。1日を通して財神の位置は北東なんですが、1日を通しての財神と別に時間ごとの財神もいるんです。それが午前7時から8時59分までのドラゴンタイムの財神は北の方角となります。この時間は北の掃除や北にお財布を置くことがおすすめです。12年に一度のトリプルドラゴンの吉日は
あと2回やってきますが、10日は騎士陣の龍神様を合わせると最大14頭の龍がやってくる大大大吉日ですので、これは2024年4月10日だけとなります。いいなと思うアクションがあったら、ぜひ試してみてくださいね。今日の動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。また、金運上昇チャンネルに LINE アットができました。金運が上がる6つの特典プラス、毎月変わる待ち受け画像もプレゼントしています。4月の待ち受け画像もぜひ受け取ってくださいね。最後に邪気を払い波動を上げる鈴の音でお別れしましょう。それではその動画でお会いしましょう。